どうしたんですか。偉いわ。偉いわ。何が偉いんですか。偉いんだって。コロナは。俺コロナは。ついにコロナになっちまったよ。マジですか。なんて嘘。まあ戦えるか。ちょっとやばいですかね。あ、無情な社員の交代検査。ほいっと来た。結構するよ。3000か2000円ぐらいしない。結構いい。アマゾンで買った。一応なんかあった。これ緊急に。そうそう。一応民間の仕事やってるで、はい、気をつけなきゃあんじゃん。一応マスクと手洗いは、手洗いじゃなくて、さっきのやってお客さんとこ行ってると思うけど。はい。まあ、ちょっと気をつけておいて。皆さん、今日の話はこれですよ。ついにこれですよ。最強のバリアを手に入れたよ。マジっすか。グッチバリア、コロナバリア、バリア、懐かしい、グッチバリア、コロナパス、コロナパス、コロコロパス、コロパス、コロパス、コロナパス、おい、誰も反応してくれない、トリコちゃん、ライブが入っとるって、皆さん、視聴者の皆さん、はい、たまには珍しく会社の向き気持ちで。そうですね、みんな仕事してますね。うちの会社の雰囲気ですが、いつも普段は向こう向きで撮るじゃん。そうですね、向こう向きで、はい、向こう向きで、はい、向こう撮れって言ってんの。こういうお前ほんとにセンスねえや。ちょこう撮ったらこういったらこの辺でこういかなかったろ。そうすると全体が分かるじゃん。まあ、俺 ちなみに今日、まあ、あの2発目のワクチンで結構みんなが病気、はい、あ病気じゃなくて体調は偉いとか、俺の知り合いも結構2発目から偉いって言ってるもんね。結構多いっすよね。そうもう間違えたんだわ。なんか初日は結構いいらしいの、はい、で俺今日なんかもうスケジュール開けといて、はい、明日のスケジュールが言っとるんだけど今日スケジュールバカバカに開けたけど、はい、まあね、たまにはね、こうやって今日は休みだ、オフだから、こういう雰囲気で、だから俺これここなかったら今日会社でみんなが働いてるよ、こうやって見ながら。そうそう、完全に社長オフの時ってあれですもんね、短パンですもんね。短パンで来るよな。じゃあ今ここにおるだけでみんなやっぱ声かけてくる。そうです。ちょっといいですかって、うん、やっぱ家におると溜めてね、はい、動きが悪くなるとか、電話も変わってるし、ね、やっぱ社長、はい、今事務所で直接あれですよね、うん、相談もすぐ行けるっていうのは大きいですね。そうそうそう、まあ、それが仕事じゃん、はい、逆に作業は俺の仕事じゃないもんで、はい、うん、ゲームやってる場合じゃないんだけど。で、まあ、今日視聴者の皆さん、俺ね、ちょっと俺、やっぱさ、みんな、結構俺周りからもさ、言われるのは、やっぱコロナ打つと、ね、死んだ人がおるとか、はい、やっぱめちゃくちゃ偉いとか、はい、だからこれちょっとせっかくで記録にしようかなと思って。ああ、打った3日間ぐらい、はい、明日、明後日、はい、でこれはまあこのまま続きで見れると思うんですけど、まあ、まずね、初日、今、打って、実質3時間半。そうですね、はい。ああ、なんか変わらんな。特になんも分からない、偉い気もする。だけど打った後はなんかもうデルビビットだから俺も、はい、2発目やばいよって言ったら、15分そこで病院待機しようかなって。あ、そうですね。偉いなと思って、はい、そうそうしてきてなんか、はい、あ、これ結構偉いかもしれんって思ったけど、はい、知り合いの会社のところ顔出してなんか喋ってるうちに元気なくて多分気の持ちようだなと思って今んとこもうなんか熱が出とるとかもうなんかないなって。まあ、実際にその副作用みたいなのはないってことですか。全然ない。副作用はないでしょ。なんか熱が出たりとか。まあ、副反応。副反応が作用ではなくて。病院名ちょっとこうやって伏せとこうか。はい、2発。1発目と8月2日と9月13日。あ、はい、そうですね。これでも完全2発ですよ。2発ですね。うん。そうそう。なんか俺さ、一応フィリピンにも会社と視聴者の人も知ってるかどうかがある。フィリピンに一応会社ちょっと作り始め、まあ作ってもう実際に出来上がってるけど。あ、もうできてるんですか。ただまあ今動いてない。あ、まだ。うん、動いてないというね、俺が行けない。だけどなんかワクチン2発打つと飛行機乗れるっていうのがコロナパスみたいなのがあって、はい、でコロナちゃんと予防接種してますよって言ったらその2週間滞在なんだよ。行く時に例えばフィリピンに行った時に、はい、行った時に最初に2週間滞在で1週間しか仕事しないのに、はい、2週間監禁されて向こうにってことですよね。そうそう。でやっと1週間仕事してまた帰ってくる時にまた日本で1週間監禁。いやな、もうどの国でもいっぱいおるのに、まあ、あんまり関係ないような気もするんだけど、はい、まあ、なんか心情的だよな、海外行って、俺らは一生懸命真面目にやってるのに、はい、仕事とはいえ、海外行ったやつらに広めてほしくねえわっていう、だけどそれ全部税金だよな、まあ、とりあえずは初日の動画はこんなもんするか、はい、じゃあ、明日ですね、3、2、1、0で明日に行こうか、はい、3、2、0!
なんか2が2回やったような気がするんですけど。3、2、1、0だ。くだねえな、俺。おはようございます。入ってる。おはようございます。来たか。おはようございます。どうしました、どうしましたか。やっぱなんか出ちゃいました。ちょっと調子悪い感じですか。そうでもなさそうですけどね、なんかこれ見る限り。ぶっちゃけ。はい。どんな感じなんですか、実際。なんか普通。なんか体温計かなんかってあります？それでも、遠いよ、お前の方がやっとんのこれ。いや、でも実際、その熱っていうのは感じてないんですか？そうって。あ、でも、ん？若干でも、あるよ。ちょっと、あるだ。熱が感じますね。少し。これが痛いな。本当に痛くなるって言ったじゃん。あ、なんかでも、ん？これで何時間？今何時？今日何時？今24時間ぐらいだ。もう1日経つぐらいですか。2、3日ぐらいらしいよ。次の日。あ、やっぱりですか。その後々の方に来るって感じですか。聞いたら次の日の間だよって言って。俺も昨日舐めとったじゃん。結構。しかも今日夜飲み入ってるし。やばいじゃないですか。アルコール入れたらあれじゃないですか。結構良くなっちゃうんで、まずいんじゃないですか。やばい。わかんないですけど。俺だと、俺だとどうして。もうなんか変わった感じかなっていうのが出てくる感じですかね。もう動画内でも社長、あ、変わっちゃったかなみたいな。それ目だろ。それ目だろ。ごめんなさい。危ない危ない危ない。完全に落ちた。大丈夫です。危ないです、危ないです、危ないです、カメラが。ただなんか 寝とったまで眠たいっていうパターンもあるけど、はい、でもなんとなく、でも仕事は行かんほうがいいよ。俺知り合いの会社で実習生12名全員コロナなんて現場で出て、はい、調子悪くないとみんな帰ってってほしいんだよ。あ、マジですか。仕事はしてほうがいいと思うよ、こういうのったら。しんどいわ。なんでお前こんな時にお前の顔見てるのしゃべらなあかんだ。お前明日どうなってるかっすよね。これ以上悪化しちゃうのか。明日これ以上、うん、なんか 2,3 日っていうもんな。偉いの。まあ、倦怠感とちょっとなんか熱あるっぽいなみたいな感じですか。体の中でコロナの抗体作ってね。ああ、薬が今めっちゃあるとるでしょ。だって痛いもんね、もう触ると。筋肉注射っすもんね。もう直角にブスっすよね、注射は。チュンだよ本当に。もうえ、もう終わりって感じだよ。はい。注射なんかも全然、普通の注射の方が絶対痛い。痛いですか。採血の方が絶対痛い。ああ、血抜かれてる感じがすか、うん、ああもう、あ、え、終わりですかって感じ。あ、結構一緒にパッパみたいな。パッパって感じ。おお、そうそう、めっちゃ腫れてるでしょ。なんかこわ筋肉がこわばっとるっていうか、張っとるっていうか、そういう感じですね。こっちこんな。あ、横から見ると分かるかもしれないですね。うん、こんな感じや。結構、結構そうですね。ちょっと打ったところがポコッと、あ、いや、で、ここ打ったところよりも、ちょっとここら辺が痛い。下が腫れてますよね。めっちゃ腫れてる。パンパンになってますもん、なんか。これ腫れとるだろう。腫れてます、腫れてます。痛ってんだわ。で、関節が痛いな、昨日、寝とったら夜。あ、関節がすか。うん。関節、チンコの関節が痛い。目が目が死にた。死ぬ間際だもんね。子孫繁栄の。あの、本能が。本能が動いてる。チンコの関節が痛かった。おちんちんの関節が。これはもうだ。なんか、ね、この絵が、ちょっとレアなんで。うん、レアじゃねえ。レアじゃねえ。もうなんか、まあまあ、ぶっちゃけそんな偉くない。なんか、だーりーなーって感じ。あ、そんな感じ。37、8度みたいな感じじゃない。あ、そこまで見た。あ、なんかちょっと風邪ひいてるかなみたいな。ちょっと微熱があって、うん、かなみたいな、はい、あれなんか調子悪いな、なんかだりーなって、もうね、しんどいわってなんかそうやって言う人も多いじゃん、はい、うん、だけどそんなことないな俺は。そこまでではないってことですね、うん、まあ、ちょっとこうやってちょっと動画も多いじゃないとるけど、はい、うん、全然普通違う。普通タバコも吸えるし飯も食えるし、まあ、普通に動ける程度に、まあ、日常生活には支障ないってことですもんね。うん、全然ない。はい、関節はちょっと痛いだろうな。まあ、明日だな、この動画は。そうですね。この動画は続き明日だろ。続き明日ですね。3日目。3日目がどうなってるかですね。3日目。はい。はい。さよなら。さよなら。少々あります。はい。
今日休ましてや。何見てんのか。なんだ。え？それから言ってこなかった。じゃあまだスイッチ入ってないし。はい。何？あのコロナのワクチンの件で。なんでお前じゃない、おにぎりじゃないんだ。あ、今日お休み。名前決まったの？全く決まってないです。嘘。何ですか？挨拶、もうコミュ力高めるって言わなかったか、うちの会社入る代わりに。はい、そのためにうち入るって言ったんじゃねえか。はい、コミュ力高める挨拶してみや。コミュ力高める挨拶ですか。ああ、そうですね。お前もうやめろ。お前もう会社やめろ。明日からコミュ力コロナ3日目を前に取りに来たんじゃないの俺を。3日目、はい、まあ、まだ腫れとるけど、でももう全然いいから、でも、あ、熱っぽいかも。あ、触って。本当ですね。こっちを触って。あ、本当に違う。本当に違いますね。普通に違うな。はい、暑いっす。でももう3日目だもんね、だいぶ良くなってきましたよ。もう昨日ちょっと、もう本当に昨日2日目でしょう。で、まあ、まあ、ぶっちゃけちょっとあんまりいいけど、まあ、宅飲みしたんですよ。はい。ちょこっとお酒飲んだんですよ。まあ、ちょっと昔の社員、辞めた社員と、うん。まあ、ミッチーと、ちょこっと、まあ、打ち合わせがてら、はい、まあ、家で飲もうかって言って、まあ、家でちょこっと飲んだんですけど、まあ、でもやっぱ偉かったもんで、うん、俺もうすぐ寝たんだわ。で昨日昼間も寝とったでしょ。で今日起きたら、まあ、そんなに偉ないけど、やっぱなんかちょっと言われてみや偉いかなみたいな感じ、うん、3日目ですけど朝今10時半、まあいいかな別に。もう体調は、うん、寝すぎてなんか偉いのか、うん、そのコロナのせいでとかはちょっとわからんだけど、まあ今日朝から打ち合わせがっつりあって、もうその倦怠感が偉いなって。昨日はね、本当打ち合わせだけちょっとちょこちょこあったもんで、昼間打ち合わせと夜のね、そのミーティングがあったもんで、まあ、それだけやったけど、やる気は出ん、うん、なんかこうしようぜああしようぜっていう、なんかモチベーションは上がんないけど、まあ、今日は朝の会議から自分でも結構いい意見も出たし、うん、社員からもまあいいミーティングになったかなと思って。いや、もう仕事に支障はない感じ。今日ないんじゃない、まあ、今日は午後から普通に午後かなと思ってるんで、うん、まあ、まあ、現場に出てる人は休みの前日とかにやった方がいいかもしれない、はい、暑いところに行くっていうのは偉いかもしれない。エアコン完全にして扇風機かけて、はい、寝とったもんね。あ、ね、まあ、そういうことしとれば別にそんなに苦になるほどではないかな。職人さんなんか特に現場で人が多いじゃん、はい、何もおるじゃん。だからそういうのはまあちょっと気をつけてこうやった方がいいんじゃない、うん、今日いいね、まあ正式に、あ、今日、あ、それ言わなかった。店長、今日付で店長になりましたよ。9月15日はい、飯とは生放送出産してないみたいな、今日付で呼ばれる視聴者がね、出産してんの、何喋っとんだって。お茶子さん、お茶子さん出産してん、まあ、まあ今日付でちょうど見習い店長みたいなのが2ヶ月3ヶ月7月から本社来ましたかね。7月から本社か、だから7、8、9、10、あ、9月3ヶ月か4ヶ月ぐらいです。未来を言っとるやって、まあ、もうすごいチームまとまって、うん、またちょっと若さだな、いい若さでさ、どっちかっていうとやっぱ俺らってだんだん年取っても上からこうしろああしろってなりがちだけど、いい風に、まあ、みんなでどうしてこうってやってるから、本社の営業メンバーはすごい活気づいてるから、うん、お互いに冗談言い合いながらでも締めるところは締めてるみたいな。みんな優秀。うん、それいつも言うよな、うん、あ、いや、まあ今日はちょっとコロナがテーマで、今日締めなので、ね、3日間取ったら締めなんで、まあ元職人で、まあ社長業で農夫しか行ってないような作業仕事してますけど、まあ、そういう人間がこの打って3日目ぐらいでこんだけやっぱり良くなるから、その代わり俺はまあ肺が悪いとか心臓が悪いとかそういう糖尿を持ってるとかはないから、めっちゃ中腰つらそうだそれが気になるね。そうそう、相手が気にならないようにとるのが仕事だから、お前なんかこんな感じで取ったらなんかすごい気になるけど、まあ、俺は慣れてるから、まあ、気になるな、そのタイプね。喋りづらいじゃん。もっとラフでいいと思う。はい、ね、変に力入ってますね。ね、まあ、いいんじゃない。まあそんな感じです。まあ若いね、20代30代の子たちが、まあこの動画を見てどういうふうに判断するかは、まあ自分たちで決めてやっていけるね。あと、まあ、これ別件ですけど、あの外壁塗装のマッチング、これまあ一般の人が見てると嬉しいなと思うんですけど、今塗り替え道場の外壁塗装マッチングに400、今日見た、今日ちょうどさっきあのマッチングの
その打ち合わせしてるんですけど、マッチングできて一般公開してます。もうほんで実際に今日、まあ、3日目4日目で40人登録されてますので、うん、ぜひ登録して、で業者さんも施工事例とかコラボもう上げとる、450社ぐらいが、で全部が上げてないよ。なんであのまたアップデートはかけていくんですけども、今実際に外気投資 もう完全にうちのマッチングサイト今のところ無料で使えてます。なんで変なマッチング会社、まあ、変なって言ったらあかんけど、有料マッチングじゃなくて無料マッチングで今やってますんで、いい塗装屋さん悪い塗装屋さんはまあ自己責任でやってほしいけど、ぜひ登録してまた見てください。よろしくお願いします。お願いします。また見て、いいや今お前の仕事やこげかす